今日は白亀岳98回目の登山です。天気はいいんですけど霞がかかって遠くはあまりよく見えません。今こう登ってきた大峰分岐の方です。これは北側になります。北側からこう東側に来るとトイレと避難小屋があります。そして、岩木山が見えます。岩木山から来ますと弘前の町の方が見えませんけども、そちらの方です。それと、これ見えるかな、八甲田山系の山々です。霞の中にずっと浮かんでいます。で、これは八甲田山系からもう少し右側に来ますと八幡平です。八幡平の向こうにぽっこりちょっと見えない、岩手山だと思うんですけど、そのちょっと左右側に森吉山が見えてきます。それから筑波の山々です。ちょっとこれモニターが見えないからどこを図するんだかちょっとわからないな。で、これが白神山の核心地域の場所です。いや、ブナがもうすごい濃い緑になっています。で、これが南側の方になりますけども、今日は男鹿半島も見えないし、まして鳥海山も見えません。能代の町がかろうじて見える程度ですかね。それからこちらが日本海になります。それでこれが頂上の風景です。三角点が一等三角点があります。今まで横手から来た若い人がおったんですけど、もう帰っていきました。ただ私をこれが頂上の標識です。私を追い越していった人がどっちへ行ったのか、二股降りたのか、それとも青池の方に行ったのか、ちょっと分かりませんけども、全然合いません。まず今日はこういうことで、今のところは順調に登ってきました。帰り、痙攣とか転んだりしないように気をつけて帰ります。